ダブルスマッチプレー対決。イエーイ、なんだそれ。対戦相手、はい、初の対戦相手はセンスゴルフグリップさんです。センスゴルフグリップの竹内です。相方には、村田さんに来ていただく、はい、よろしくどうぞ。よろしくお願いします。まあ、私たちが勝ったら、うん、まあ、何か勝負ですからね。リンゴルフでは毎年リンゴルフオープンという競技大会を開催しているようですので、アメリカのミッションヒルズカントリークラブ、そこに2名ご招待します。マジ。そっちが先。そうです。私たちが先。これ2連続勝っちゃいました。やばい、2連続勝っちゃいました。12番。何を打ちますか。ドライバーです。はい。で今回は純ちゃんから。はい。ゆきりんまだ準備して。バンカー左。どうしよう。完璧だ。ユキリの出番がなくなっちゃった。完璧だ。もうなんかあのジュンちゃんが完璧なショット打ったんで、あ、本当だ。気楽に飛ばしてくれれば。ローグで。1、2だよ。はい。何も考えません。はい。右足体重。はい。おお、飛んだんじゃない？採用してあげたいけど。あ、でも飛んでるね。ナイスショット。ありがとうございます。飛んでるか。飛んでるよ。いい球。今のはパワーフェードです。セクシーじゃない。5番ユーティリティでいきます。はい。まあ、多分飛ばそうと思っちゃうから。あれで、そういうのとか。ナイスショー。すごい。あ、飛んでる。飛んでますね。飛んでるって。ほら、がっかりしちゃうよね。あれで。そうすると気持ちがその後持たなくなって、ナイスショットしてもね。竹内社長若いですね。歩いてます。カートに全く乗らない竹内社長です。いいとこ、あ、私のピックしていいですよね。いいよ。同じぐらいですね。やっぱセカンドが一緒になる、ここからがやっぱ男性番手が下がるから絶対有利なはずなんですよ。しかも結構残ってんだよな、言うて。村さん残り距離はどれぐらいですか。175。これでいくしかない。何番ですか。6番。6番。何やってんだよ。あ、転がった。まあでも結構いいところまで行ったな。あ、でも。でも進んでるから結果オーライじゃないですか。でも結果多分うちらもああなると。進んでるから言ってない。違う、私がいつもそうなの。駅です。進んだ、オッケーみたいな。これはセクシーフェードだよ。ほら。いや、右に曲がらない。曲がってる。ちょっとだけ。おお、ナイス距離、ナイス距離。距離はね。うん。あ、ダメだ。ここです。わあ、どうしよう。これ5番ウッドで打った方がいいかな。ね。大きめで、ワンチャン乗るかな。結構厳しいの、やっぱ女性にはこの距離。いや、私が練習してないからきつい。え？あ？あ？え？すごいとこ飛んでた。ほら、採用された。やったー。どこ向いてた？あっち向いてたね。私はいらないかなって思ってたけど。木の右面ぐらいからフェードを狙ってんのかなと思ったな。そう、あ、でもそう、そうなると思ったんだけど。ちょっとかぶって引っ掛けちゃった。角度悪くなかったよ。角度悪くなかった。すくい気味で行こうかなと思ったんだけど、最近すごいこう上から来た。まあいいや、ゆきりのボールがあるから。皆さんボールどこだろう。
私ね、もっと前の左の、もしかしたらいなくなっちゃったかもしれない。あ、どっち選択します？もちろんこっちがいいよね。ユキリンのボール。すいません、武田さん、お願いします。46ヤードちょいフォロー。あー、またやってしまった。村田さん、先行き暗くなってきた。33ヤードです。はい、ありがとうございます。何番ですか？何番？アプローチです。手首固めて一回、そうそう、キュッと持ち上げて。ね、ダメだ、なんで緩んじゃうんだろう。緩んじゃう、まあ、乗ったからね。そうそう、乗ったからよし。これは58です。でもさ、寄せようと思うと失敗するよね。いや、逆に止まっちゃったね。うまかったな。さすがです。ありがとうございます。 OB でした。 OB ですか。サレンダーです。はい、3ホール連続負けました。 OB だったんですか。あ、じゃあ遊んでいいよ、練習で。おー、うまい。あ、でもやっぱ上りが強いんだ。入った。あ、惜しい。勝負せずに終わってるじゃないですか。そうなんだ、ね、今も全く絡まずまだでも3ホール、4ホール、次5ホール目。うまくいかねえな。そう、めっちゃ流れが悪い何やらな、なんか高3ばっかりさあ、次が13番、パー5、ロングだ。見てください、どうですか調子は。まだまだいける、まだまだいける、はい、これから、これから私たちはまあこのままこのまま突っ走ってね、順調に順調に、もうほぼほぼ決まったようなもんだね、はい、皆さんおめでとうございます。ありがとうございますゆっくり、あの木を狙ってると。はい、え、どの木だろう。あの、あ、目の前、真ん中の添え木がある木。はい、右足体重、後ろ足。やば、手元超緩んじゃった。いい音するな。戻ってるよ。やば、手元超緩んじゃった。ゆきに全くこうなってる。すごい左向いてる。あ、本当ですか、うん、やっぱバカなんですよね、私。そんなことないです。確認は大事だよ。よっしゃー、めっちゃいいかも。完璧、セクシーフェード。あ、飛びすぎ。うわ、あ、大丈夫だね。よっしゃー、イエーイ。青木パーフェクト順です。パーフェクトだね出ました。もしかして、けどあれ青木パーフェクト順様、確かに確かに。あ、村さんも6番やんで230ぐらい行くんじゃないですかね。飛ばすしかねえな、これ。確かに確かに、飛ばすしかないよね。6番やん。あの木より超えると思う。6番やん。おー、あの木を超えると思うんだよ。すごい厄介だな。まあでもゴロでも前に負けない。気合いぶち入ってるから頑張る。おー、うわー、え、やばい、木に当たらず。やばい、逆に、やばい、逆に、なんか私あんなグロっていくのがすごい。天気圧はあんまりプレッシャーかけるのやめた方がいい。私言ってないよ。俺俺俺、そうだよ。今もう応援しなきゃいけないですよ。ファイトです。じゃあ暫定球いきます。はい、ナイスショー。うわ、ナイスショー。おー、ナイス、完璧。うわ、飛んでる、すごい、ナイスです。編集長、あれですよ、飛ばそうと思ったらダメですよ、もう。編集、飛ばそうと思ったらちょっとこれはお願いしなきゃダメかもしれないですね、ルール改正まだ始まったばっかりですからね。これは修理地です。ここはあの白線なんで、はい、253、253、乗らないでしょ。
自家ドラ？自家ドラする？え、ありじゃん、ありじゃん。だってゆきちゃんが打ってくれるから自家ドラありじゃん。ゆきが先に打ってたら。何で打ちますか？もちろん4番ウッドです。はい。ん？こういうことか。ん？腰回す。今ダメでしょ。今打つんだと思った。今ダメでしょ、言っちゃ。ごめんダメだ、5番ウッドだ。ダメだ、もう一気に考えない方がいいかもね。なんかもういい。もう向いてる方がどっちなんだろうみたいな。あ、そうか、今直ドラができなくなった。直ドラごめんなさい。いや、大丈夫、フェード。あ、右に行き過ぎじゃない？待ってるか。大丈夫、オッケー。センスグリップいいんだよね。あるから。150でいいんですか。センスグリップはこれから4打目です。低い球で150ヤードぐらい出してもらえれば。まず木を避けることが大事だと思いますけどね。うおお。ナイスショーじゃないですか。障害物あった方が上手に打てる説。ありません、そういうこと。やっぱ力よ、ちょっと抜けたというか、恐る恐る打ったことにより。ナイスショットですね。信じます。114、はい。でピンが手前だから大きめでも大丈夫です。5番ユーティリティです。これ向き合ってます、どうでしょう。バッチリ。ナイスイン。ナイスイン。悲しい気持ち。悲しい気持ち。悲しい気持ち。8番。腹筋使って。これはライのせい。ライでね、やっぱ7番だったよね。お、綺麗。乗ってきた選手チーム。あ、短いわ。おー、足りない。6打目。原さんは何番で？52度でいきます。52度。おお。とりあえず乗ってない意味ない。惜しい。ゆきり何持ってきた？アプローチ持ってきた。アプローチか。あれ？あれ、手前のやつ。ほんのちょっとだったね。そう、ほんのちょっとだった。7番で打ったらよかったかもしれない。本当に。それかも花道だったらもしかしてみたいな。そう。ゆきり3度はよかったな。あ、嘘。まあいいか。適当に。こんぐらい？お、いいねいいね。同じ速さでだよ。テイクバックと同じ速さ。いい。オッケー。あー。うまいね。いい。オッケー。あー。うまいね。うま。もうちょっと近寄せていきたい。いや、うまいなこれは。うま。入りません。さすがです。ゆきりんがライン見してくれたからあんだけ右に打ってた。あ、でも距離はあんま変わんなくない。いいパーパット。パーパッパーパッパッ。お客様、コインもらいます。ナイス。うわ、ちょっとオッケー、もう、もう負けだって。あ、でも、でもこれ入れてパーでいいじゃん。これ入った。ずんちゃん、まあ、でももう一回パーパットです。出てます。ちょっとスラフックした。まあいいか、私もまっすぐ打ってみよう。ナイス、めっちゃ打ちやすい。すごい。イエーイ、パーです。嬉しいだけ、嬉しいだけ。あれじゃん、もう
男性陣、センスチームも同じ感じでベストボールでやったらどうかな。え、もうあれですか、2打ずつ相手にならないって。だって今4つじゃん。あ、情けをかけるんだけど、うん、なんか、ありがとうございます。男っぷりだね。 その方が良さそうじゃない？一旦、うん、向こうが頼むんじゃなくてこっちから与えるっていういやだってさミスしちゃいけないって思うとさ、うん、もうガチガチになっちゃって打てなそうなんだもん。青木イケメン純イケメンです。さすがっすね。純さんが男だったら私付き合いたい。